ずひたち店です。今日はあずひたち店のおすすめのショールを紹介します。イエーイ。じゃーん、こちら黒でリボンじゃないや、バラのついてるショールです。個性的でね、あんまり人と被らないようなデザインになってます。はい、じゃーん、こちらはフォックスです。じゃらん。で、レースもついてて白に見えますが薄ピンクです。ボンボンがいっぱいついててかわいいです。じゃーん、こちら、こちらは、まあこちらも白っぽく見えるんですけど、本当は薄紫色でふわふわなんです。誰とも被りたくない人とか目立ちたい人にはとってもおすすめのショールになってます。続いて、じゃーん、なんとオレンジです。すっごい個性的です。そして羽がついてます。誰とも被らない。イエイエ。そんな感じで他にもいっぱいあります。ちょっと遠目で、じゃ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 、映ってっかな。ルル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 、あ、やばい。こんな感じにいっぱい日立店にはショールがあります。あ、どこ映してんだろう。かわいいのたくさんありますので、ぜひ皆さん、あずひたち店、明日から展示会始まりますので来てください。